3色ボールペンだけでキスメイクをしたいと思います。お家にあるものシリーズの第3弾ですね。一応はい、3弾として投稿します。で、使う色はこれ4色入ってるんですけど、青と赤と黒を使いたいと思います。はい、では始めたいと思います。で、この前にちょっと1個だけやってたんですけど、小指のねメイク、ここちょっとねやってると思うんだけど、これをこうやるとパックリ開くみたいな、パキッて、これもさっきボールペンで描きました。はい、こんな感じにねちょっとパキッて割れたような、でもこれ目の錯覚として今やってるんですけど、はい、これメイクをしたいと思います。はい、ではここのね手首にまず黒で線を描きます。スリスカっぽい感じのまっすぐ線を引きますね。はい、で、こんな感じで。はい、で、この真ん中に、ちょっとくぼみを作っていきます。くぼみっていうか、ちょっと大きめ。わかるか。こんな感じに。黒が出ない。おお。はい。で、そしたら赤を出します。そして赤でくぼみの部分ね。ここを深くやっていきます。いつも私が言っているんですけど、この真ん中から外側に入れていく感じで、真ん中が傷が深いところにしたいときは。こうやって真ん中の部分に赤を多めに、赤と黒を多めに入れてください。で、青を出します。ちょっとこんな感じで。で、ところどころ、例えばここを黒く、深くね、クーってやってここも黒、深くしたいなって時は、ここにもちょっと深い色入れて、はい。で、赤で。上からベースとしては本当は黒がいいんですけど、はい、でこっちにも同じように赤を入れて、そして黒も入れていきます。はい、で赤をまた使っていきます。赤の使い方がね、やっぱ重要になってくると思うんですけど、で、ちょっと血が滲んだようにこの周りにこんな感じでやってきて、手でこうやって、ちょっとこうやって立てちゃうとこういう点々になっちゃうんで、こういうふうに寝かせるようにしてこうやって描いていくといい感じになると思います。で、この時にこうやって、なんて言うんだろう。こうペンをこうやって回すような感じ。こう書くんじゃなくて、横でこうやって回すような感じで塗っていってください。で、こうやって動かしてあげる。動かしてあげて、動かしてあげる。はい。で、ここも同じように。こんな感じで、ちょっとずつしか色は塗らないので、こうやってやってあげればいい感じに色は塗っていくと思います。はい、で、なんでこうやって塗るかっていうと、ちょうどなんていうんですかね、血管っていうか、この皮膚の繊維がね、ここにあるじゃないですか。こういう手相みたいなね、層が、いい感じに、こうやって血管みたいに見えてくれるんですよ。こうやって、なぞっていくと。
なので、こういう使い方をすると、すごい、リアルに血管が出てるような感じっていうか、になったりもするかなと思って、あと血色の悪さ、手の血色の悪さを、これ今を使ってます。血色の悪さをこうやって出してます。で、次にまた青で、今ここ青やったので、ちょっと血色の悪さが分かると思うんですけど、赤字た。ここにまた青でこうやって。で、この手首の部分って、この層がいろいろ結構多い部分だなと私は思うので、こうやってね、細かく描いてあげるとより、結構リアルに血管部分の色と青の色がこう混ざった感じで、よりリアルになるかなと思います。こうやってやってあげるのがポイントですね。結構ここら辺の、繊維っていうか、ここら辺の手相の部分、層の部分を利用してあげてもらいたい。ここも、ちょっと、傷を深めにね、また描いていったりとか、黒と青、今青を塗りました。で、こんな感じです。パックリ、ポッポッポッ、こんな感じです。はい、まあ、リスカっていうよりかは結構この線を利用した感じの傷跡にしたかったので、はい、こんな感じです。ここの小指もですね、パクリ、こんな感じ。これ本当に全然時間かけてやってないんですけど、パクリな感じでこういう風にできますので、ここの、こういう線の部分、こういうね、部分とかを利用して描いたりするとうまくできると思います。ボールペンでたった5分でできちゃうので、皆さんやってみてください。